どうもこんばんは、ライバロリーです。10月31日ハロウィン当日だからってゴースト統一パーティーで対戦するポケモン実況者どもわらわらわら俺。まあ本当はやるつもりなかったんですけど、適当にゴースト統一パーティーを QR パーティーで検索してたんですよ。そしたらたまたま知人の QR パーティーを見つけてしまって、まあそれがこちらですね。全くパーティーの意味がわかんないんだけど、技が意味わかんないんですよね。なんかもうね、何をしたいパーティーなのかわかんない。どう見てもなんか、何をしたいパーティーなのかはわかるな。ハロウィンというコンセプトに忠実に沿って再現っていうか、なんだろう、そのハロウィンっていうコンセプトにのっとった技構成ポケモンだから、まあやりたいことはわかるんだけど、これで勝てるのかどうかっていう問題ですよね。絶対に勝てないと思うけどな。相手のパーティーやばいしね。でもしかもやってること僕最悪ですよ。スイカさんが多分やろうとしてたであろう動画のネタをたまたま QR パーティーで見つけてしまったからパクってやるっていう、これ盗作問題。完全にもこれ叩かれてしまってもおかしくないですが、まあ、下にね、僕のこの動画の説明文にスイカさんの YouTube チャンネル貼っとくんで、まあぜひ見てください。ちなみにこの動画一切許可は取っておりません。ボーマンダ VS ゴース、相手のパーティー忘れたんだよな。正直勝てる気がしないんですよね。ハロウィンって技のエフェクト多分皆さん見たことないと思うんですよ。まあ僕もね、見たことあったとしてももう忘れてるんですけど、待ってよ、相手でもね、かなり、どうしようかな。ギルガルドから来ると思ったんですけどね。ガルド絶対いるだろ。相手絶対舐めてるから、考えますか。ガルド、ゴースの凍える風とか警戒してくる人かな。トリックルーム張りますか。とりあえず一旦トリックルームでボーマンド引っ込める。ジャローだ。なんかうまく回ってるぞ。ちょっと待って。氷技凍える風とか一応警戒してきたな。なんかうまく回ってるな。凍える風じゃない、威嚇入れられたんでやることないんで、まあ大爆発でもしますか。はい、ヘドロ爆弾あったらよかったんですけどね。まあ、威嚇入れられたし、タイプフィッチだし、ゴースだし。あ、でも思ったより入ったな。正直僕が思ってたよりは入った。落とす、リーフストーム、炎のパンチから爆発でもよかったかもね。なんか少しもったいないことしちゃいましたね。バケッチャ。で、これ素早さ負けてるんで、バケッチャが先に動きますね。あ、皆さんこれ、ゴースト Z ハロウィンってどういう効果があるか知ってます？まあ、皆さんにお見せします。これ Z ハロウィンは僕効果知ってるんですけど、もともとハロウィンって技の効果が、相手のポケモンにゴーストタイプを付与するっていう技の、技で、ハロウィンってなんだっけ、バケッチャ系統しか覚えないんですっけ。で、そのポリゴン Z のテクスチャーとかもそうですけど、そのポケモンの専用技に Z 技を乗っけるとどうなるか。まあ、見ててください。まあ、相手も多分びっくりすることでしょう。ゴースト Z？ なんだこれ。相手何をする気なんだ。まあ、見とけや。Z パーで能力が上がる。全能力がね、1段階ずつ上がるんですよ。Z テクスチャーと同じですね。で、相手のジャローダがゴーストタイプになると。リーフストーム全然効かないでしょ。こっち草ゴーストタイプだぞ。草っても。思ったより入ったんだけど。思ったより入ったな。で、能力が、ほら見て、1段階ずつ上昇するんですよ。こんな風にね。まあ、シャドーボールでも打ちますか。まあ、それだけなんですけどね。弱すぎるんだよなー。ちょっと待って。弱すぎん。待って。ドヤ顔したけど、でって話じゃん。結局これ負けですよね。ボーマンダにボコボコにされて。ドヤ顔、Z ハロウィン決めた瞬間だけドヤ顔できたのは。やだー、殺さないで。ハロウィンのちょっとしたいたずらだったんですよ。ちょっとしたいたずらだったんだって。殺さないで、お願いだから殺さないで。竜舞は舐めてないか。竜舞舐めてない。おい、岩なだれ急所でぶちのめぜ。舐めてるぞ、さすがに。
言うてこっち攻撃力1段階弱っ。一つ学んだことがありますね。ネタバでこのレートのガチ環境に殴り込んでくるものではないと、うん、ひどくね痛感しました。ここは戦場、うん、死ぬ覚悟のない、戦う意志のないやつ、死ぬ覚悟のないやつはこのフィールドに来るべきでないと思いました。あーてかな、チョロ猫な、なんか竜舞のタイミングでアンコールできてたら。猫の手ってこれ何なんだ、バージョンでこれ。え、待って待って、これなんだ、猫の手どういうギミックがあるんだ。ちょっと一旦やってみるか、何が出るんだこれ。何が出ても勝てないよな、岩なだれ。ふざけんだよ。華々しく散る。